こんばんは。今回はピークがね、新規転生したので、今回使っていこうかなと思います。ということで、どうぞ。はい、で見ていくんですけども、このキャラはね、まあ、結構いいキャラではあります。ただちょっとハードだと枠があるかなっていう印象ですね。ハードだと対策してそうなのはカレンですね。カレンはまあ結構簡単に勝てそうではあります。後ろのファフナーとか無効化した上で解除とかしてくれるんで、まあ、カレンとかに困ってる人はまあいいんじゃないのかなと思います。ただ、ミュウイに勝てないので、そこで一枠割くかって言われるとなかなか難しいかもしれませんね。まあ枠が空いてればその枠にピークが入るかもしれません。まあカウンターしていけばね、どんどんカウンターとか SS とかの球速が上がってって、で、いずれは超高速になったりするので、超じゃないか、進か。新高速になったりするので、まあ、そこは結構強いですね。ただハードって瞬間移動のキャラちょくちょくいるんですよ。まあミュウエもそうだし、クロコとかもいるんですけど、クロコとかもまあ無理だしね、SS とかね、バグっちゃうんですよ。この前言った通り、やっぱアスララ家のバグっていうのが、多分カウンター後の待機状態、まあカウンターっても全部じゃないんですけど、カウンター後に特殊ショットを打つようなキャラ、そういったキャラは全部バグってるって言ったんですけど、今回のプレミオとピークも多分バグってるので、クロコにアスララ家とか持たされてると、まあバグっちゃうんですよ。まあクロコじゃなくてもね、他のキャラでもピークの SS を取った SS でGS 打たれるとバグってしまうので、もうそういった関係上で勝てないっていうのもある。まあ今出してるかな、なんか変な感じでバーンって飛んでいくんですよ。前見せてみたいな感じで。なので、まあクロコとか無理だし、ミュウも無理だしってことで、まあ、ちょっと枠を避けるかって言われるとなかなか難しいんですが、まあ枠が空いてる方は全然いいんじゃないかなと思います。で、灼熱コートに関しては、そうっすね。まあ、いっぱい SS とか GS 打つようなキャラには、いい感じなんかな。それこそシャルとかね、結構いい感じだと思います。結構環境的に、灼熱の方がいいのかな。エレノアとかもガンバン GS とか打ってくるのを、まあ、反射というか、まあ、カウンターですけど、カウンターで決めたりできそうなんで、まあ、灼熱の方がまだワンチャンあるのかな。なんとも言えないんですけどもね。うん。ちょっとミウエとかに勝てないから、結局はまあ、じゃんけんにはなるとは思うんですけども、まあ、ワンチャンあるかなっていう感じですね。ほんと主軸にはなれないかもしれないけど、ただまあ、うん、まあ、スターキャラで灼熱に行けるってのは、まあ最近増え始めただけで珍しいので、そうだな、アルベドとかさ、アクアとかさ、そこら辺のスターキャラと合わせたら、ストームも合わせて戦えたりするんですかね。まあでも最近、まあエレノーとかミメとかストーム効かないから、微妙なんかな。なんとも言えないかもしれない。でもこんな感じでカウンターはやっぱ強いので、特にシャルに関しては、補給性能が、まあ他に比べたらまだ低い方なので、ちょっと大変かもしれない。ここオンザね。これ強いよなぁ。マジで最近のキャラってみんなアウトしないからさ、マジで。なんか変な感じのインフレっすよね。まあ、そうっすね。まあ強いは強いと思う。うん、ギミック耐性とかもゲットしたので、結構強いとは思います。ただどうなんだろうなーっていうところですね。うん。キャラを持ってれば、まあ無理やり使うキャラではないんだけど、でも、うん、まあかなり強いキャラではあるので、まあ、全然ありかなとは思います。枠が空いてれば全然ありかな。自分も、ピークは入れるのかな？どうだろう？ちょっとそこは悩んでるんですけど、結構いい性能もらってるから、ありかもしれない。使ってて楽しいっていうキャラでもありますからね。はい。まあそんなとこですかね。他に喋る対面とかあるのかな？基本的に、サポートっていう点ではちょっとプレミオの方が分があるので、わざわざ灼熱の枠に入れるかって言われるとあれですけど、まあハードであれば敵はあんまり少ないんで、まあ、エリア広げる枠で一応、採用もできたりするのかな。まあ、状態上無効とかもあったりするんで、そうだな。まあ、あんまり状態上見ないけど、そこら辺のメタになったりもするんですかね。はい。だいたいそこら辺かな。アイテムの効果に返球時、相手に SS ゲージダメージ付与とはなってるんですけど、これ他のキャラでもゲージダメージを付与できるってことでいいんですかね。ちょっとそこら辺試してないからあれなんですけど。そしたら結構強そうですね。ちょっと今回は他のキャラにパスするってよりかは、ピークだけで行ってみたので、ちょっとあれですけども、そしたらなんかなかなか強そうかな。はい。まあ大体そこら辺ですかね。まあ、ギミックのキャラとかにも結構強いので、ギミック出してきたらそれでね、許可解除とかできるんで、強いとは思うんですけども、ただ、ミュウエに勝てないと、ちょっと枠的に厳しいのかなっていう感じですね。強いんだけどなぁ、言えるかって言われるとちょっとあれかな。やっぱミュウエはこんな感じで取られてしまうので、ちょっと厳しいかもしれません。ただ反射とかできればまだワンチャンあるし、どうだろうな。ミュウエはでも、いやでもどう頑張っても多分無理だと思うんだよな。こうエアモードとかもあるし、ちょっと無理ゲーかな。カウンターとか SS とかも一応、まあダイブとかも 最悪はあるんで、きついかな。スマッシュとか、まあそういうので事故ればワンチャンあるけど、SS とかに血縛りとかついてるわけじゃないんで、基本的には、まあ、ミュウエは諦めた方がいいかもしれないけど、まあ、他のキャラには結構いいから、まあ、特にカレンとかにいいから、まあ、そこら辺に困ってればって感じかな。まあ、ネモとかも多分意識してんのかな。あと、イレバン向こうとかもあるから、ワンチャンセレナとかもなのかな。そこら辺のキャラが多分意識されてると思うので、まあ、環境キャラ、本当にトップ、まあ、ミュウエとか主にトップなんですけど、そこら辺以外には多分勝てる。うん。なんかその、プレミアとかもそんな感じなんだよな。まあそうですね。はい、というこんな感じです。まあ環境トップのミュウエはちょっと厳しいかもしれないんですけど、その他のキャラは結構いい感じに見れると思うので、まあ、全然編成に入れてもいいと思いますが、ただキャラ持ちいい人はちょっと編成に入らないかもしれません。ただ、エリアとか漏れたりするのは結構偉いので、まあ、入れてもいいとは思います。どうだろうな、ミュウエ対面も一応耐えて、アスラで返せばワンチャンあるのかな。まあ、バグ打ちとかがちょっとあるから、そこら辺があれなんですけどね、いくらエリア持ってもね、まあ前で取らなきゃダメなので、そこら辺はあれなんですけども。まあミュウエとかは他で見て、まあそれ以外はピークで見るって感じになるのかなと思います。まあミュウエ持ってたらわざわざ使えはしないとは思うけど、まあ全然まあ選択肢の卓にはなるとは思います。はい。一応今回は交代時で使ってみたんですけど、どうなんだろうな。ジャスト 10% でエリアさらに広げたりとか、増加で回転上げたりとかしても面白いのかもしれません。で、一応エリアとかで使ってみましたが、そうですね。まあ、スキル1とか燃焼無効とかは、状態上無効でなんとかなるんで、まあ、ここを空いたところに何か入れるといいかなと思います。ということで以上、ピークでした。ということでここまで。ありがとうございました。お疲れ様です。